束通りやってまいりましたよ。短い時間ですけど、心ゆくまで楽しんでってください。ませんね、ここは皆さんの熱気で雨雲をちょっとこうプワーッと晴らせるぐらいのですね、今日は熱気でこの
気仙沼小学校を住んでいきたいと思います。本当に短い時間ですけど、今日はね、絶対にみんなが聴いたことある曲ばっかりを用意してきました。小さいお子様からお年寄りの方までいらっしゃると思うのでですね、我々の数少ないヒット曲を全て持ってまいりましたのでお楽しみいただきたいと思います。まあ本当にね、この季節でよかった。冬だったら歌はないもん。この時期に、我々にライブをやらせてくれて本当に感謝しております。もう今の季節ぴったり、もうちょっと晴れたらこの曲ぴったりだったんだけどね、知ってる方は口ずさんでください。夏だね。See you next time.
ましょう。ラテンのナンバーです。ラテンはね、私も移り落ちていくわ。今となら懐かしい手前の宇宙人形。あなたの胸の中で少女を脱いで女になったあの夏。やけどしそうな本当に燃えて消えたロボレムス。でも何でもいいから忘れないで。本気だった、愛してた、さよなら。親戚とか合わせると4万人ぐらいの医師がここに、はい、集まってるわけですけど、ありがとうございます、はい、10人ぐらいやっぱなかなかまあ選曲はまだ大丈夫だな。まだまだ後半がありますから。あの本当にね、去年4月だったかな、4月の上旬、上旬ぐらいに初めて気仙沼に寄せてもらって、それから、まあ、僕は4回目、メンバーは3回目になるんですよね。あの皆さんはやっぱここで生活をして、この1年4ヶ月でここでずっと生まれた方もいらっしゃるでしょう。僕たちは1年4回しか来てないけど、その4回来てる僕たち、まあ、外のもんですけど、毎回来るたびにね、会う人いつも一緒なんですけどね、その人たちの顔がこう変わっていく。一番最初に会った時はね、もう会話もなかったですね。泣くわけでもなく怒るわけでもなく
災害編で DJ をやられた方だったんですけど、その方もね、親戚行方不明だったり、その中でも一生懸命自分のできることをやっている。本当にね、その時にかける音楽はないということで、東京から自分たちで自前の CD を持ってきましたね。でそれをかけてもらったのが気仙沼とのお付き合いの始まりだったんだけど、そして2回目、その CD をまた173名の声を詰めてね、届けに来て、その時は逆に車移動大変でしょうとかね、渋滞が今すごいのよとか、会話が一つ二つまた増えていきました。そして3回目には真似さん、そんなに時間があるの、暇なの、逆に僕を気遣って、4回目になると誰か付き合ってる人でもいるのみたいなね本当だんだんこうみんな元気になっていく姿をやっぱり一緒にこう見させてもらってね。そしていつかチューブって言っても夏と海切っても切れないこの28年間だったわけで、皆さんもそうだと思います。そのチューブの音楽をね、またここで歌わせてやるよって言われた漁師の佐藤さんだったかな、あの人の言葉がね、もう胸に突き刺さってて、呼んだら来いよって、呼ばれたら必ず行きます、こんなに早く呼んでいただけるなんて本当にね、嬉しく思います。僕らアーティスト、まあ僕ら音楽ですけど、絵を描く人、本を描く人、小説を書く人、いろんなものを作り出す人ってアーティストって呼ぶんだけど、おそらくこの1年いろんな作品を生む人のね、心の中に何か一つ変化っていうものがあったと思います。それが何かっていうのはそれぞれのアーティストしかわからないんだけど、それが多分、まあ、僕はあと10年だったら5年かもしれない。またこうして皆さんにお会いした時の皆さんの顔を見てね、その時に初めて自分の中で違った何かっていうのが気づけるんじゃないかな。そんな風にね、日本人全体、いや日本に住む人々全体の何かが変わったんです。だからチューブの生み出す楽曲も去年から少し変化がありました。1年経った、今年リリースした曲ですけど、この気仙沼で歌えるということは非常に、歌を作る人間としてなんかこう感無量でございます。今年の新曲、いつもいつまでも聴いてください。遠い旅日が今
登り続ける明日へ。
疲れ胸に、エルメ
れてもいいねまとまった。ダメライはカヤの外しずらしもなくいよ。もう肩甲骨クリクリ落としてましたからね。今日はぐっすり眠れるはずですよ。いやもうね、今帰ろうとしたからちょっと待ってね師匠って言われて、こんなにたくさんの方が来てくれてですね、僕は本当にもう嬉しい限りでございますよ。師匠も喉がね結構歌われる状態。いやいや勘違いしてください。さっきリスタートジャパンのメンバーにもう入れちゃったんだから動揺してます。でも本当今日はたくさんのイベントをねいろんなところでやられてて、本当ねさっきも言ったんですけど、来るたび皆さんが少しずつなんかこう元気を取り戻してるっていうかね、なんかそういう感じを僕ら本当何回かしか聞いてないんでね、偉そうなこと言えないんですけど、すごく感じます。これからも何かお手伝いできることがあれば、はい、我々でよければ、ありがとうございます。本当にあの何度も何度もチューブさんには来ていただきまして、今日は前田さん、そしてあのゼロさんも来ていただきありがとうございます。毎回毎回来ていただくたびに市民の皆さんが元気になってきていると思います。今日はちょっと寒いですけども、チューブさんが来たからには今週からも本当に夏の暑さが戻ってくると思います。その暑さと一緒に私たちも燃えて復興に邁進したいと思います。みんなで行きましょう。ありがとうございます。そしてちょっと市民がまだ残りいただいてですね、もう一方紹介したいと思いますけど、 NPO 法人ネットワークオレンジの皆さんね、一方一方どうも。さあもうチューブファンの中ではもう有名人となられておりますけど、じゃあ皆さんちょっと軽くご紹介いただいて。はい、ネットワークオレンジの代表をしております小野寺と申します。よろしくお願いします。スタッフです。ネットワークオレンジのオレンジエッグの担当をしています小野寺と申します。どうもよろしくお願いします。ネットワークオレンジのサポーターの佐藤です。よろしくお願いします。
ジのオレンジエッグの小野たぬきです。ネットワークオレンジオレンジエッグの佐藤智樹です。ネットワークオレンジオレンジエッグの小林光平です。というわけでね、出会いはね、本当にもともと新鮮。知ってるよ全て。それでもあなたが見せる静かな笑顔に触れると、逆に僕の方が勇気をもらう。どこかでつながっていること、遠い空の下で感じている分かり合っている。誰かが誰かのために捧げた命の重さをずっと忘れないと違う。さあその顔を上げて未来へと歩いていくんだ。もう君は一人じゃない、この声が届きますよ。
ございました、本当にもう一度、このねイベントの、開催に尽力入れた皆さんに拍手。じゃあ全員で前に出ましてですね、全員前にの方に来ていただいたので、用意しててね、アンコールの方どうしようかと思ってね、よかったですよ、偶然とはいえ話ね、もう1曲しかありませんので、乗り損ねのないようにぜひお願いしたいなと思います。本当に今日は1週間前ぐらいから雨だとか晴れだとか雨だとか晴れだとか雨だとか、もう天気はもうぐる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 変わってね、最終的にどうなるんだろうと思って、やってきたんですけど、やっぱり雨は今回ね一箇所も降らなかった、ね、やっぱり思いっていうのは何かに伝わるんだなっていうのはね、また改めて感じましたよ。なんかすごくね感じましたね、はい、そして今日ここにお集まりの皆様、最初に来た時はね多少顔もこわばってる方、
一緒にじゃあ